神話、神話、神話は人類が認識する自然物や自然現象、または民族や文化、文明など様々な事象を世界が始まった時代における神など超自然的、形上的な存在や文化英雄などと結びつけた一回、限りの出来事として説明する物語であり、諸事象の起源や存在理由を語る説話でもある。このような性質から、 神話が述べる出来事などは不可信であり、規範として従わなければならないものとして意義、続けられている。英語のミソロジーには物語としての神話と神話の研究の二つの意味がある。例えば、比較神話学は異なる文化圏の神話を比較研究する学問であり、一方でギリシア神話とは古代ギリシアの神話物語の体系を指す。単語は 交互にてしばしば誤った根拠を指して使われるが、学問的に使われる場合は、その真理を問うことはない。民族学では、神話とは、世界や人類がいかにして、現在の姿となったかを説明する、象徴的な物語と定義されるが、他の学問分野では、単語、ミスの使い方が異なり、伝統的な説話を広く包括する意味合いを持たせている。 比喩的な用法では根拠もなく絶対的事実だと思われている事象を例えて用いる言葉にも使われ日本の安全神話が崩れたといった例で使われる場合もある。これらは現実が隠蔽され人々の考え方や行動が何かしら誤った方向に固定化してしまった常識とも言える。神話の主要登場人物は神や超自然的なヒーローが多い。 支配者や聖職者は神話を神聖なものとして是認し、宗教と密接に関係させることがあり、そのような社会では、神話は遠い昔の真実の物語みなされる。実際に多くの社会では古い物語を二つに、すなわち実話として語る神話と嘘の話である偶話とに区分している。神話は、 一般的に世界が現在の形を成す前の根源的な時代のことを描写し、そこで世界がどのようにして今のありさまとなったか、そして様々な習慣や社会組織、さらに近畿がどうして成り立ったかを説明する。神話はストーリーを持つ物語の形式で人間を取り巻く様々なものについての過去の出来事を語る。このようなモチーフは、 伝説や昔話でも扱われるが、これらと神話とは密接に関連するものの学問用語として明瞭に区分されている。神話は主言的な出来事を伝えるものに対し、伝説、昔話は過去のある時点の出来事について語られる。また、単一の事象を伝える点では、神話と伝説は似ており、伝説は神話同様真実を伝える物語と受け取られるが、 基本的に固有名詞を持つ人物を主人公とし、その活躍した場所も限定され、時代も世界がほぼ現在のように様相が固まった、後を舞台とするため主的記載に近く、神話のような広い対象の根源になるものではなく、神聖的性格も帯びてもいない。主人公も神話のような神や超人ではなく、あくまで人間が主役となっている。昔話は、 異なる時と場所で何度か起こった出来事の典型を表す話であり、真実を表現したものではないか、もしくは神聖な物語ではないものと認識される。例えば、桃太郎も、鬼退治は、どこでも起こり得る騒乱の数ある一つと捉えることができるため、神話とも伝説とも異なる性格を持つ。神話、昔話、伝説の三つは、 伝統的な古い説話を区分する手段に用いられるが、これを物語る各文化では必ずしも厳密な線引きができているわけではない。文化圏によっては神話と伝説に明瞭な差異を持っていないところもあれば、一つの同じ説話についても、ある集団はそれを真実と捉えて、それゆえ神話と考え、別の集団は虚構と捉えてそれは昔話と考えるような場合もある。 神話が宗教の一部に組み込まれたような状態では、昔話的な特徴が強調されて、登場人物も人間の英雄や巨人や妖精などへ再解釈さてしまう。ただし神話、昔話、伝説は伝統的な古い説話を分類する、ほんの一部分でしかなく、これら以外にも、逸話やジョークのようなものもある。さらには、 古い説はそのものも民族学の一分野でしかなく、他にも舞踊や伝統装束、音楽など多岐にわたる。神話と墳墓のシンボルとの関係を調べた JJ バッハオーフェンは1861年の著作、母権性にて、神話は母権性社会が不権性へ変遷する過程で構築されたと論説した。その段階を初期の乱婚性母系社会から、 一夫一妻制を経て、第一母親、デメーテール型の母権へと変わり、やがて古代ギリシアローマを典型とする父権、優位型神話体系が成立したと述べた。ここには根底に、母親はおのずと母親たりえるが、父親がアイデンティティを持つには、説明が不可欠で、この主張のために神話が作られたという。この背景が影響し、神話の女神や女性に見られる性質には、 男性側の観念が反映した要素がある。一つは、ギリシアのアルテミスやインドのドゥルガーのような法上がある。ただしそこには単に恵みをもたらすのみならず、すべてを飲み込むような、過剰な部分も併せ持つ。他にも、諸女と母親という、相反する性質の同居があり、日本のアマテラス、ギリシアのアテーナー、そして、キリスト教の聖母マリアラがこの例にあたる。これも男性が、 女性に抱く理想が反映し、後に難しい理屈をつけたものと言える。一つの理論として、神話とは歴史的な出来事が歪められて説明されたものという考えがある。これによると、語り部が歴史的な出来事を繰り返し何度も小説するうちに、登場人物が神格化され神話が成立したという。例えば、風の神、アイオロスの神話は、ある王が、 進化に方使い風を読むよう命令した古事が発展したものという解釈がある。紀元前5世紀のヘロドトスとプロデコスも同様の主張をしており、このような考え方は紀元前320年頃の小説家でギリシア神話の神々は人間の伝説が変化したものと主張したエウヘメロスに、地味エウヘメリズムという、神話は偶話を元にしているという説がある。それによると、 アポローンは火、ポセイドーンは水といった具合に自然現象を扱うグーワが神話に変化したという。また哲学的概念や霊的概念を表すグーワを元にした神話もあり。例えばアテーナーは賢明な判断、アプロディーテイは願望を示すという。19世紀のサンスクリット文献学者のフリードリヒ・マックス・ミュラーは神話のグーワ的理論をまとめ、 当初神話は自然を語る偶話として形成されたが、やがて文字通りに解釈するようになったと主した。例えば、レイジングという表現は、もともとは海が荒れ狂うことを表現していたが、これがやがて海を司る神の激怒する性格を表すようになったという。いくつかの考察によれば、神話は無生物や力の擬人化という説もある。それによれば、古代の崇拝は炎や 空気などの自然現象に向けられ、徐々に、この信仰対象が神に変化したという。例えば、神話的思考論によれば古代人は何を見るにしても、単なるものではなく、人格を帯びているという見方を持っていたという。従って、自然現象は、それぞれの神の諸行であると考え、その思考が、神話形成へ繋がったと主張している。儀式との関連を解説した神話儀式理論の、 極端な説では、神話とは儀式を説明するために作られたという。聖書学者のウィリアム・ロバートソン・スミスによって提唱されたこの主張では、古代人が何らかの目的を持って儀式を始めた時には、神話とは何だ関係がなかった。しかし時が杉元元の目的が忘れ去られた時に、人々はなぜ儀式を行うかを説明するために神話を作り出し、 それを祝するためという理由で儀式を行うようになったという。人類学者のジェームズ・フレイザーも似通った説を唱え、古代人の信仰は人知が及ばぬ法則を信じることで始まり、やがてそのような感情を失ってしまった際に神話を作り出し、それまで言っていた魔術的な儀式を神を鎮める儀式にすり替えたと主張した。しかし現在では、 神話と儀式の関係には普遍的な判断をつけず、それぞれの民族ごとに判断すべきという意見で一致している。儀式が先行し後に神話が作られたというフレーザーらの説を立証する証はほとんど見つからず、逆にアメリカインディアンのゴーストダンスの例のように神話が先行して存在し、儀式は神話の補強として発達する例が多い。民族や文化を単位に生まれる。 古代、小規模であったこれらの単位は、征服や統合を通じて集合し、やがては、国家単位の大きな統一的文化、文明へと発展した。これに伴い神話も、段階的にまとまり、体系づけられた。松村武雄はこれら神話の統合された構成について、横に、天界と、縦に、天界とに分類し、前者の例として、キリシア・ゲルマン・ケルとドニシヨーロッパの神話が、 網のののように存在するる状態をを示しし後者例としてて日本の天尊系神話を挙げている中国の神話はこのような体系化がなされず断片的、孤立的なところを特徴とするが、個別の神話の中には参考語定に見られる三つの異なる大洪水があるように、横に展開や縦に展開に相当す箇所もある。これらは神話が固定化した時期に、 当該地域がどのような政治的、文化的な体系を成していたかが影響し、中国は例外的に神話が統合されない傾向にあった可能性が考えられる。担う役割のうち最も重要なものは行動規範を定めることにある。神話の中で語られる象徴は、時に道徳的な解説を含む出来事の結果を示す場合がある。 人間と動物の特徴を合わせ持つような登場人物はまさに人間の典型として描き出される。例えばケンタウロスは人間男性の上半身と馬の下半身を持つが人間部分は合理性を象徴し動物部分は野生的本能を表す。この得意な姿は人間心理が動物的本能に脅かされる状態を意味する。この例は神話の価値は 文化的、または、精神的な根拠の臆説を述べる点にあるだけでなく、道徳的な解釈が成り立つ象徴群を描写する、ところにもある。その時には、必ずしも神の説話を登場させる必要はなく、何らかの概念を具現化する象徴が示されればよい。例えば、ギリシア神話では、ハトは、権力や、肥沃、犬の悪い意味は、死者があり、神話概念を引き継ぐ、死臭。 変身物語では、クマは自然の変化を象徴する。近代以前、人生体験は宗教や物語的な宇宙観と密接に関係し、切り離すことができなかった。それは、当時の宗教とは入信するものではなく、人生のすべての面において存在し、宗教や物語的宇宙観は人生そのものを構築していたことを示す。この時代、神話は、 いわゆる宗教的な体験を提供する一翼を担った。神話物語は人を現実社会から切り離して、神話の時代へ誘い、神聖なるものに触れる機能を持った。事実、神話時代の状況を再現しようと試みる社会も存在し、そこでは現実社会に生きる人間に、現初の時代に存在した神の癒しをもたらそうとしている例もある。この背景には、 人間の道徳を定義するものではない技術と直面する科学に対して宗教的な体験は過去の特目への理解につながる思考性がある点が挙げられる。神話の機能では神話そのものと神話時代の観念とを区分することは重要である。クロードレビイコールストロースは神話とは科学と同様に意識的人間と自然との間にある関係から おのずと導き出れたものと示した。文化は、例えば陰湿なものを蛇に例えたように、人間の振る舞いを表現するために、神話学的存在を設けた。それが、時が経つにつれて、蛇男の神話へと変貌した。しかしながら、神話時代の観念とは、現代的視点からすると曲がう方なく虚構であり、人類が神話を編み出す、以前の、いかなる時間軸上に存在していない。 歴史的に、神話研究の重要な取り組みは、ジャンバッティスタ・ビーコ、フリードリヒ・シェリング、フリードリヒ・ホンシラー、カール・グスタフ・ユング、ジークムント・フロイト、ルシアン・レビブリュール、クロード・レビー・コール・ストロース、ノース・ロップ・フライ、ソビエト・リューハ、神話・ギレイ・リロン・ハラによってもたらされた。本校では、神話解釈のトレンドを解説する。 異なる神話の比較検証については、比較神話学を参照願う。神話の批判的解釈は、ソクラテス以前の哲学者まで遡ることができる。エウヘメロスは、初期の重要な神話学者であり、彼は、歴史的事実の変質が神話となったと唱えた。プラトンは、パイドロスにてこれを批判し、この神話学問分野を、ソクラテスのこととして、 恐ろしく奇妙でぎこちなく、全く巧妙さがないと述べている。より深く包括的な洞察が行われた。例えばサルティウスは、神話を五つの種類に分けた。神学的、物理的、または自然の法則との関連、アニマスティック、または魂との関連、物質的そしてこれらの混合である。この分類は、最終的に2から3にまとめ直されたが、この考え方は、 神話研究の講師となった。プラトンが国家にて、詩人が語る神話は教育上外役だという主張、詩人追放論を展開したことは有名だが、その一方で他種類の神話を著作中に引用した。その後のプルタルコス、ポルフィュリオス、プロクルス、オリンピオドロス、ダマスキオスラ・プラトン派の思想家も、伝統的な神話やオルペウス神話の象徴を明白に、解釈する著述を行った。 ルネサンス期には多神教の神話へ再び関心が向けられ、16世紀には1532年のような神話に関する書籍が表された。神話を扱う学級的理論は19世紀後半に提示された。この時代の考えでは、神話は失われたり、時代遅れであったりする思考として扱われたが、一方で、神話は近代科学に相当する。 原始的な概念という会も行われた。研究手段には歴史学、文献学、民族学的手法が持ち込まれた。特にインドヨーロッパ語族の比較言語学進展に伴って、この言語を用いる地域の各神話が研究され、もっぱら言語学的要素を重視した神話研究が進展した。E.B. タイラーの解釈では、神話とは人知の及ばぬ自然の方である。 自然現象を文章として説明する試みだったと言い,い、それはやがてアニミズムにつながる無生物に霊魂を生み出す古代人の試みと考えられた。テイラーはこのような人間の思考が様々な段階を踏んで神話的な解釈から科学的な考察へ進歩したと主張した。これにはあまり同調する学者はおらず、ルシアン・デビブリュールは原始的な知性というものは 人の精神状態そのものであり、歴史的な発展をする段階などではないと反駁した。フリードリヒ・マックス・ミューラーは神話を言語疾病と呼び、抽象的表現や中性的に捉える概念が、言語上で十分に発達していなかったために作られた。そのため偽人的な何かに語らせたり、自然現象そのものを神のような意志を持つ存在と認識するような手段で概念を捉え言語化したと、 考えた。ただし、今日では、この理論は、あまり重要視されていない。人類学者のジェームズ・フレイザーは、神話とはそもそも自然の法則を誤訳した魔術的な儀式をさらに誤って解釈したものと見ました。彼は、人間は、不可思議な事象を、客観的な魔術的法則と見なし、それが願望を聞き届けるような性格ではないとわかると、自然法則と見なすことを諦め、 何かしらの神が自然を制御していると思うようなり、それが神話への系統につながったと主張した。この過程において伝統的に行われてきた儀式を神話の出来事の再現する行動だと再解釈して続けるようになるとも述べた。しかし最終的に人類は自然とは自然の法則に従っているのだと認識し、そして科学を通じてその法則を見つけるようになり、神話は 時代遅れなものへと押しやられてゆくといい、フレーザーはこの一連の過程を魔法に発し、宗教を通じて科学へ至ると表現した。また彼は世界中に数ある神話の部分類似点に着目し、進化論的な普遍化を施した。ただしこれは強引な手法との批判がなされた。この頃には科学の発展に伴って神話は、 近代科学思想の洗礼を受けざるを得なくなった。その結果、神話はそれ自体の信憑性を失うことになった。19世紀後半には、社会文化的進化論を基礎に置き、神話は未解状態の習俗から発生したものとみなすアンドルー・ラングなどが現れた。20世紀に入ると、前世紀の神話研究における主要な考えであった。 神話と科学の対立という見方は否定された。一般に二十世紀の理論は神話を時代遅れの疑似科学とはみなさない傾向にあり、科学を理由に神話を無視するようなことはしないと述べてられている。神話研究にも構造主義人類学や心理学からのアプローチが行われた。この潮流はレオ・フロベニウスなどドイツの民族学者たちが世界中の神話を収集し分布や 文化史上の意義を定めたことが貢献した。神話収集に寄与したドイツの民族学者らは、全時代的解釈に縛られていたが、これを進める役割をアードルフ・イエンゼンが担った。彼は農作物の資源を語る神話の一種、ハイヌベレ型神話と、初期栽培民文化の関連性に、さらに儀礼のタイプを考慮に加えて一つの一貫した世界像を洗い出した。 この世界像を基礎に据えて、初めて、各神話や儀礼を正確に解釈できるとイエンゼンは、主張した。ヘルマン・バウマンは、イエンゼンと逆の手法で神話を解釈した。彼は、各創生神話に見られる、宇宙観に着目した。このような世界観を構築するには、それぞれの文化がある、程度発達していなければなず、バウマンは、過去の研究者が、 未開状態の人類が作った神話から順を追ったのに、対し、高い文化社会の神話を分析の対象とした。これによって、高文化地域の神話が、周辺の未開社会へ影響を与えることが明らかとなった。スイスの心理学者、カール・グスタフ・ユングを筆頭に、世界の神話には背景に、心理学的なものがあるという考えを置いた理解も、進んだ。ユングは、 全ての人間は、生まれながらの心理的な力、サイコロジカルフォースを無意識に共有する、集合的無意識と主張し、これを、原型、アーキタイプスと名付けた。彼は、異文化間の神話に見られる、類似性から、このような普遍的な原型が存在することを明らかに、できると考え、この原型が表現された一つの形態が神話だと、論じた。ジョーゼフ・キャンベルは、 人間心理を洞察した中で、人の生き方に応用できるものを神話から得られると主張した。例えば、キャンベルが主張するところによると、神話第一の機能は、神秘な存在対する畏敬の念を想起させ指示させることにあり、さらに、各個人に自己の精神を現実的に秩序づけるよう導くことに役立つと言及した。ユングやキャンベル同様、 クロードレビイコールストロースも神話は心のありさまを反映したものだと唱えた。ただし彼はこのありさまとは無意識や衝動ではなく明確な精神機構を、特に対立するの組み合わせである二項対立があると考えた。ミルチャエリアーでは神話と無双と悲劇やザミス・オブ・ザ・イターナル・リターンの吹きに現代人が感じる不安は神話や神聖なるものの拒絶に帰すると論じた。 ハンス・ブルーメンベルクは、神話には、威嚇、テロルと、史上、ポエシエという互いに排反する二つの機能が、対立する構図をとると分析した。前者は、人間社会が有する制度や規範、または抑圧などをイメージさせる物語を提示し、それを強制させる機能を言う。後者は、生命本来が持つ、自然性や、現所の話にある自由さを提示し、世界を、 人間の掃除をして認識させ、人間の精神を高める想像をもたらす機能を意味する。ブルーメンベルクはこの二つの機能が対立するのではなく、距離、ディスタンスを持ちながら共存するとい、具体的には威嚇を感じ取りながら、そこから適度に離れた位置で、史上を感じ取る構造が神話の特色と言及した。異なる文化における神話を比較する学問を、比較神話学という、 その主題は、各神話の中にある類似性を見つけ出すことにあり、そこから神話に流れる共通の基礎的部分を見出そうとする試みである。この基礎的な部分とは、例えばある、同じ自然現象に直面した各民族が意図せず、似通った神話を作り出すような場合にあり得る、普遍的な発想の源、もしくは多様な神話に分岐する、大元の神話の プロタミターラジーとみなされる可能性がある。19世紀には、神話解釈において、比較神話学的手法が活発になり、その普遍性探求が行われた。しかし現代、このような比較検討の手法には研究者から疑問も提示され、神話の普遍性にとらわれるべきではないとの意見もある。この傾向に抗う例の一つは、ジョーゼフ・キャンベルの1の顔を持つ英雄であり、 この中でジョーゼフは、すべての神話上の英雄には、基本的に同じパターン、ヒーローズ・ジャーニーが見られるという。このモノミス理論は、神話研究の主流派には認められていない。神話は、古代ギリシアにおいては、ミュートスとして伝えられ、ホメーロスのイーリアス、オデュッセイア、ヘシオドスの新闘記、仕事と日などのように、霊感を受けた詩人が神々の行為を、 権力者に語る歌の形式となった。これらは神が人に真実を語る力関係のもと、聞き手である強者、男性的価値観に沿うように作られていた。それに対しロゴスは説明する言葉であり、弱者が強者に使う多少の嘘を含みながらも説得力を持たせることを目的としていた。これが現在用いられるミュートスイコール真実ではない虚構。 ロゴスイコール知性や理性に裏打ちされた真理へ逆転した転換点はギリシア民主制の誕生にある。市民が話し合いながら政治を進める体制では必要な議論は神が勝った詩人の言葉ではなく理性や知性を働かせ相手を説得する言葉でなければならない。これを背景にロゴスこそが真実という概念が固められ相反してミュートスが 虚偽の意味合いを持つようになった。日本の古典には、新語、漢語という語はあるが、神話という語はない。これは、明治二十年代に、英語の、を、神話と、日本語に翻訳したことで用いられるようになった、翻訳漢字で、あ、中国や朝鮮の古典にもない言葉である。これは、本来、神話と呼ばれるものが語られるものであって、文字によって書き残されるようになったのは後である。 ためとされる。したがって、神話という日本語は、近代から用いられるようになった比較的新しい語である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。